世界では景気が悪いとか不安定になった時にはまず消費税いじりますよ。日本がやってきたことは何かって言ったら、景気が悪い時にも消費税を上げ続けてるんです。こんな自殺行為やってる間抜けな国家は日本だけなんです。自民党だけ、あと民主党だけ。その流れを組んでる立憲民主党も消費税を下げるってことに対しては腰が引けてるんですよ。個人事業主の人たちに対して事実上の増税するって狂ってるんですよ。そんなバカな国家存在しない。山本さんは自民党を本当に削りに行くんだったら、なぜ立憲とかそういったところと力を合わせて、この5年以内ぐらいに確実に自民党を削りに行くと。いや、挙党が山本さん一人じゃダメなんですよ。江田さんとかそういう政治的手だれが、手だれともっと力を合わせてやっていった方がずっといいと思いますよ。ありがとうございます。自民党を倒す気があるんであるならば、その自民党以外の政党、いわゆる野党と力を合わせて倒しに行かなきゃいけないんじゃないかっていうお話で、それに対する答えはもちろんイエス、おっしゃる通りでございますなんです。おっしゃる通りなんです。でもごめんなさいね、今の野党でこれ一緒に倒しに行くっつっても、自民党の少し穏健派みたいなところが次政権つくのと変わんないんですよ。で、経済政策が間違い続けてるんですね。自民党よりもある意味今の立憲民主党の経済政策はまずいです。はっきり言っちゃったら緊縮です。何かというと、今金利を上げるべきだ的な話をずっとしてるんです。どう思われますか皆さんは。今金利上げたらどうなっていくかって言ったら、当然資金繰りをしなきゃいけない中小零細に関して、これ資金繰りできなくなりますよ。借りられますか。自転車操業してるとこ潰れますよ。もうそんな力ないところは潰れていいんだって話になった場合には、じゃあこの国の圧倒的数が中小であり、そこで7割の人々が雇用されているっていう状況を無視するのかって話になるんです。つまり何かというと、この30年の間で応援されてきたのは大企業中心なんですよ。事実上中小はさらに弱らされてるんですよ。この日本の主役であるはずの、屋台骨であるはずの中小企業に力を入れていくような政策をしなきゃいけないのは当然のことなんです。じゃあさまざま政策を打たなきゃいけないけれども、やるべきことは何かっつったら、30年消費が落ち込み、需要も投資も落ち込み、需要が落ち込んでいる状態で、先進国からも転落し続けている日本にとってまずやらなきゃいけないことは需要の喚起なんですよ。そして中小企業に対して、零細企業、事業者に対して元気が出る政策って言ったら、これイコールなんです。しかも今の物価高っていう部分に対してもプラスになるって言ったら、これ消費税なんですよ。消費税いじらなきゃダメなんですよ。で、世界では景気が悪いとか不安定になった時にはまず消費税いじりますよ。どうしてか、物が売れなくなったら社会に回るお金が減るからなんです。誰かの消費は誰かの所得だから。そのままにしてたらどうなるかって言ったら、より悪くなっちゃうから手を打たなきゃダメなんです。日本がやってきたことは何かって言ったら、景気が悪い時にも消費税を上げ続けてるんです。こんな自殺行為やってる間抜けな国家は日本だけなんです。自民党だけ、あと民主党だけ。その流れを組んでる立憲民主党も消費税を下げるってことに対しては腰が引けてるんですよ。個人事業やられてる方どれぐらいいらっしゃいます。今ご発言いただいた方もやられている、業績は好調ですか。ちょっとあまり調子良くないですね。調子良くない、あとあれがちょっと聞いてます。あの消費税のなんだっけ、インボイス、インボイス、なるほど、まあ、インボイス事実上これ、消費税免税とされていた年間1000万円、の売り上げを超えない人たちまでこれ課税されるようになっちゃったんです。事実上のこれ消費税増税で、30年景気が悪い中で、物価高でコロナっていうものがある国の中で、その零細の人たちに対して、個人事業主の人たちに対して事実上の増税するって狂ってるんですよ。そんなバカな国家存在しない。逆に言えば、物を買う時の罰金は安くしなきゃダメなんです。景気が悪い時は、じゃないと消費落ち込むから。で、この消費税に関して時間がかかるからやってもしょうがないってことを言ってるんです。物価高の時にそんなことやったって、消費税がこれ減税されてる間に物価高なんかもうこれ状況変わってるよみたいなこと言ってるのがこの面々なんです。自民党と立憲民主党
何かというと消費税減税には時間がかかるって言ってるんです。本当ですかね。検証します。まずは彼らが何と言っているかを見ていただきます。岸田総理、消費税についてはこれ引き下げるということになりますと、これはシステムの変更をはじめ大きなコストとそして期間が必要になります。機動的に消費税を動かすというのは過去の経験からしても難しい。過去に減税なんてされたことあった？ないよね。続いて自民党の幹事長茂木さん、消費税を引き下げると言っても実際の準備期間を考えると半年以上、多分1年近く導入にはかかってしまう、そう言ってるんです。1年かかるって。そして立憲民主党の幹事長、物価高対策として消費税の減税というのは考えられないと思います。つまり所得税の減税と同じように時間がかかりますって言ってるんですけど、見てみましょうか。日本の消費税は海外ではこれまた別の名で呼ばれてるんですけど、どれぐらいの期間でこれが減税されているか、付加価値税などとも呼ばれるものですけれども、イギリス発表します、政府が、いついつから減税します消費税をってことを言った後、いつ社会で運用が始まったか、7日間ですよ、発表から実施まで。イギリス税率を 20% から 5% に下げるっていうようなことでたった7日でやってる。ドイツ28日間で完了、アイルランド23日、マレーシア16日ですよ。何が時間かかるんですか。1年かかるって。どんだけ自分たちがポンコツだって話をしてるんですか。それやめられないんですよ消費税は。どうしてか、皆さんの社会保障とほとんど関係ないんですよ。大企業に減税するための穴埋めとして使われているのが消費税だからやめられないんです。どうして消費税が必要か、あなたの社会保障とはほとんど関係ありません。こちらご覧ください。法人税です。左が昭和の、56年、右側が令和の始まり、階段状に下がっていっているのが法人税。どうしてここまで彼らだけ減税ができるのか、答えはここ。消費税3、5、8、10、消費税の増税される前後を見てみてください。必ず法人税引き下げになってるんですよ。つまり何かというと、何のために消費税払ってるんですかって、自民党議員を勝たせるため、もしくはある意味で野党を名乗ってる者たちの議員を勝たせるため、組織票や企業献金、そういうもので積み上げられたこの方々に対してのご恩返しなんですよ。労働環境の破壊もそう。それを考えたときに、今30年の日本をここまで没落させた状態と、コロナと物価高ってものが合わさってる状態で、経済政策さえもまともなものも上げられない、今のこの時期に金利を上げていけ、そうすれば円安が是正されるだろうみたいな間抜けなことを考えてるやつらが政権なんか取った日には日本さらに没落しますよ。じゃあどうするのかって、私たちが数を増やして野党で私たちの政策をビルトインしていけるような形にしていかなきゃいけない。与野党が対決して政権交代に実現するっていうのは、おっしゃる通りそれやらなきゃいけないことなんですよ。やらなきゃいけないけど、今自民党と変わらないものが政権取ったって、しかも経済政策がポンコツなんだから、こんなものと変わったとしたら余計悲惨になりますよ。それを考えたら、今一緒に野党で力を合わせて自民党を引きずり下ろそうっていうのは、私は意味がわからない。また騙されるぞって、また嘘つかれるぞって。消費税は4年上げないって言ってたものを上げたよねって、忘れましたか。それが民主党だったでしょ。これだけ間抜けな経済政策を未だに、これだけ30年痛めつけられた多くの国民を見ていながら、ここに対するしっかりとした処方箋も出せない、全くずれたようなことを言ってるって、これ申し訳ない、つける薬ないんですよ。そうは言いながらも、立憲民主党の中には素晴らしい議員はたくさんいます。国会で行政監視、ある意味で政権がずるいことしてないか悪いことしてないかっていうことのチェックだったりとか、それに対する追及っていうものに対してものすごく才能豊かな人たちはいっぱいいる、尊敬してる人たちも大勢いる。じゃあ何がまずいのかって言ったら、やっぱり経済政策なんですよ。経済政策以外がいいんだったらいいじゃないかっていう人は間違ってます。申し訳ない。人権守るって、経済不安定の中でどうやって人権守るんですか。無理ですよ。人権守るためには金が必要なんですよ。人権守るためにはまず人々の生活安定させなきゃダメなんですよ。
夢みたいなことだけ言ってて、金のかかることに関しては及び腰じゃダメなんです。一方で海外には武器輸出するってことにも賛成しちゃってるわけでしょ。おかしな話だよ。民主党政権時代には武器の緩和、武器三原則っていう部分に関して、武器輸出三原則っていう部分に関しても緩和させるような官房長官談話を出したりとか、それだけじゃない、 TPP 日本の主権を売り飛ばす、海外企業が日本の中に入ってきて日本の 国内産業が淘汰される可能性があるかもしれないと言われたものさえも最初に道筋をつけたのは何かって言ったら民主党じゃないですか。その時の反省は語ったか。消費税に関して4年上げないと言った、このことに関して実際は上げて結局 10% まで決めてしまったこと、この件に関して謝ったか。今自民党が最低だってことに気づいてもう自民党はいいよっていう思いになった人たちは多いかもしれないけれど、自民党から自民党とそう変わらないものに変わったとして、その先もういいやって思った後にもう一度政権交代するなんてむちゃくちゃ大変な話ですよ。私は政権交代の必要はあると思ってます、あると思ってるけれども、一緒に力を合わせて政権交代とは思わない。自民党の自殺点で政権交代ができるんだったらぞうぞやってくださいと思う。一方で私たちは数を増やさなきゃいけないと思ってる。どうしてか、立憲民主党さえも私たちを潰そうと思ってるからですよ。懲罰動議だったりさまざまなことに対してまず最初に乗るのは彼らなんだから、だからってそれを引きずって恨んでるわけじゃない。強い野党を作らない限りはこの国は変えられないんですよ。たまたまの相手の自殺点によって政権交代のラッキーがこれ側に込むということで交代しちゃった時には私は道を間違えるだろうなと思ってます。彼らの経済政策自体が間違ってるから。何度もチャンスはない。もう30年もここまで来たんですよ。こっからさらにやばい状況にこの国引きずり込むわけいかないんですね。そのためには野党を強くするためには私たちの数が必要。数が増えれば私たちを無視できなくなる。そうなった時に野党の中に私たちの経済政策と徹底した国会の中での喧嘩をするという政党、その塊を作っていく必要があるというふうに思ってます。政権交代の必要があるというところに関しては一致、ただしその政権交代の仕方があるよねっていうところで意見が分かれる、そういうところです。ありがとうございます。最近知ったんですけど、消費税の還付金というのはすごい大きいということで、その件についてお聞きしたいです。あ、いわゆる輸出戻し税みたいな話ですね。ありがとうございます。まあ、これもともとフランスとかでもやられてたことだっていうふうに聞いてます。何かって言ったら、輸出企業っていうのは最終的に作った製品を買ってもらう先が国内であるならば、自分たちが負担したとされる消費税は消費者から取れるわけですよね、国内であるならば。でもそれが輸出企業であった場合には、最終消費地が海外になったら日本の消費税は適用されないわけですよね。日本国内で物を売って買ってくれたって言ったらその人から取ればいいって話なんですけど、それが海外で買った人に対して日本の税制である消費税をお前よこせって言っても無理なんですよってことです。じゃあそうなった時にやっぱ困るじゃないっていう話になるから、じゃあそれはその分は補填しましょうねっていう考え方が輸出戻し税的なお話であるってことですよね。でそこに対してむちゃくちゃ莫大な金額がっていう話があるっていうことなんですけれども、これ例えばですけど、下請け、たくさんの下請けが流されてるっていうような実態もあるわけですよね。消費税が上がってきたっていう歴史の中で、すいません、消費税今回上がるってことでちょっと価格に転嫁させてもらいたいんですけど、価格に転嫁すんのお前って、コスト上げるんやったらもうお前らとはもう取引やめるわみたいなことの圧をかけながら泣かしていくっていうか、そういう形で泣いてきたような、下請けもいっぱいあるってことですね。逆に言ったらその丸ままポッケに入れてるような状況に生まれてしまっているような大企業も数多あるというような話だと思います。そういった意味で、ある意味で輸出企業を応援するための仕組みとして使われているものの中で大きな利益を上げているというようなことが言われているのが今言われたことかなというふうに思います。なのでそれどうしたらいいですかってことですけど、消費税やめたらそれ自体もなくなるということだと思います。